原発事故という自然災害ではなく、まあ、人災によって避難され、放射能の危険から逃れている皆さんも、あの東京都にもたくさんいらっしゃいます、でそういう方たちの,あの住宅に関しては、今はあの災害救助法に基づく住宅が無償で貸与されておりますけれども、 1>, 1年後までの期間であって、それ以降どうなるかは公的には今決まっておりません、2月に東京都から避難者の方に郵送でアンケートが送られてまいりました、でその内容の中で、住宅に関わることがあの選択肢として、福島に帰還をする、それから親族や、まあ、自分であのお家を見つけて、そこに確保して入る。 それ以外には普通の公営住宅に他の方と同じように申し込むなどの選択肢はあったんですけれども今の,あの制度を続けてもらいたいとかですねあの今の住居に住み続けたいということを選ぶその選択肢がなかったことからこれは一体その後まあ2015年の4月以降を今住んでいるところに住み続けることができるのか。 今の,あの制度はなくなるのかなくならないのかということが読んでもわからなかったためにあの避難者の皆さんが不安に思われてであの親しい方同士で連絡を取って2月末でしたっけねにですね「君たきの会」という名前でえとまあ連絡組織ができました。このアンケートを等からいいたただてて本当にに不安に思ってあの子どもたち が大きくなっていく上で成長していく中でまた引っ越しかまた違うところに行くのかとか本当にすごい不安になってですねその声を東京都の方に話しましょうということでまあ小さい団体で始まったばかりですけどもそれで始まりまして今日の話し合いになりました。 住宅問題としては、その、えー、また動かされるのかというよりも、もうもう動かされないぞと言いますか。子供がですね、あの避難の中でどういう形で、えー、動いてきたのかっていうのを考えますと、あのー、ほとんどの場合かなり無理無茶な転校をさせられていると思われます。私の息子もえー、っと避難によって三、えー、校一年間に3校がこう、えー、動きまして、えー、とそのお別れ会なんかもなしで。 えー、あ,るある日突然この学校からこっちに動,動かざるをえない、動かされる、まあ、子どもからすれば動かされたというような状況で、えー、学校でもうまくいかなかったりとか、非常に気の毒な、えー、転校をさせてしまいました。私の気持ちとしては、えー、せめて子どもが高校を出るまでは、えー、まとめてあの住,住居としての,その安定を確保して。 せめてそのぐらいは確保してもらいたいと。今住宅の問題はそういう問題で切羽詰まって戦ってきたんですけれども、もう今打ち切りますっていうような現状に来ているので、あの延長だけの問題ではなくって、今どう私たちが声を上げれる状態かっていうのも確認していただきたいなと思ったんですね。まず避難者同士がつながっていないんですね。で、それを力を東京都はあまり入れているのか入れていないのかわからないですけど、あの本当に隣の地域に 家が隣だった人がいたりそれも、えー、私があの交流会をに参加したところで、えー、聞いたりっていうような現状が起きていて今声を上げれない状況だっていうこともあの分かっていただきたいなと思います3月の16日に川内村を避難してまいりました、えー、武蔵野市の緑町に住んでおります今はでもそのお家とっていうのがとっても狭くて、まあ、新築だったんですが あの一部屋で、まあ、台所とお風呂とくっついてますが今までとちょっと生活が変わりまして精神的にとっても落ち込みましたで川内村は帰ってこいって言いますが今は線量がまだあの高い部分が残ってて帰れませんあの村からあの放射線量を調べる機会ださったんでそれをずっと。 電源を入れてつないでますが1年間で、えー、5ミリシーベルト年間1ミリシーベルトって言われますよねでも部屋の中でそれも一番線量が少ないところで5ミリシーベルトありますで外もすごい高いところもあるしでもう一度あの除染をするっていうんですが除染しても。 今の,あの原発の状態を見てますと変わらないんじゃないかっていう気がします放射能というものは年数何年経ったら変えれますそんな問題ではないと思うんですよね本当に放射能がなくなった時に田んぼに稲を作り畑に何あの野菜を作り山からキノコを取れる そういう時期になったならば、本当のこの住民、国民を思うなら、その時まで押し込みではならないんですよね、それを除染して、もう今年の4月1日には、私らの隣村のうんと宮古島っていうところ、田村市と合併したんですけど、そこはもう4月。 この4月からこういう汚染袋がずらーっと並んでるんですよ、そうしてまだ除染も半端なんですよ、そういうところにもう帰りなさいっていう命令が出てるんですよね、これは本当にあの国民の体は本当に思ってるのか、何が大切なのか住宅の問題。それから放射線量の あ問題この2つは非常に大きな問題であります行政の方はですね全、えー、村機関というような、えー、名目で、えー、村長から強い意向が出ておりますけれどもとてもとても変えるような状況じゃないというようなことでございます、えー、なんとかもう少しこちらの方にですね、えー、住宅を きちっと覚悟していただいて、住めるようなあの長い期間をですね東京都にお願いしたいという気持ちでいっぱいでございます。